ハロー、皆さん、どうも。続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今回はレスターシティとのリーグ戦となります。で、AFC ウィンブルドンのスタメンはこちらです。中村、小柏、飯野、小泉、大島、前、常本、西尾、田中、長門、東口で、サブが江坂、森島、秋元、坂本、松岡、中谷、原となっております。今回このメンバーで挑みたいと思いますよ。で、西尾と瀬古がね、日本代表選出されましたね。桜サポとしては嬉しい限りで、レジェンド、ハーフタイムは6分から8分にしました。んじゃあ行きましょう。で、いつも通りね、僕の声が動画に乗る関係上、西岡さんとかのボイスはオフにさせていただいております。ご了承くださいませと。で、背番号とかもむちゃくちゃです。はい、そこらもちょっと申し訳ない。さあ、天候は晴れ。もうね、FIFA の晴れ、ほんま俺嫌いなんよな、これ見て。絶対 FIFA って曇りとか雨とかでやった方がええからな。晴れはね、ちょっと、ゲームのこのな、なんか関係上、あんまりやりやすいと思わんな。やっぱ曇りとかがいっちゃんやりやすいな。微妙よな、快晴は。さあ、J リーグ選抜チームがプレミアリーグに殴り込みと、まあ、入れたかった選手とかもね、めちゃくちゃいるんですけど、枠の関係上入れれんかったというところです。いや、大島亮太、こういうフェイスかっこいいね。まあ、6分から8分にしたことによって、まだちょっとゆとりがあるかなという感じですね。あんまり急がなくてもいいみたいなね。まあ、後方から丁寧にビルドアップしていくのもよしと。まあ、西尾と瀬古が選ばれたからね、瀬古にしてもよかったんですけど、田中も使いたいなということで、まあ、両センターバック、足元うまい、プラスビルドアップ能力もあるということで、期待ができるんじゃないでしょうか。大島亮太、これ打っちゃってもいいかもしれんな。あ、入ったわ。うえーい、入っちゃった4。入っちゃった4。打てば入るんですね、意外と。さあ、レスターシティ、守備どうした？スライダー設定は特にいじってないんですけどね。マーキングとかも70にしてるし、ラインの高さ、幅とか、長さとかもね、割とタイトな感じとか、コンパクトな感じになってて、非常にゴールは決めづらいんじゃないかなっていうスライダー設定にはなってると思うんですけど、ここは大島亮太が右足一閃、決めてくれましたね。さあ、中村啓太もな、めっちゃええゴールな、ゴラッソ決めとったよね。この間のな、最終節でね、大島亮太のターン、やばかったよな、あれ。俺、
試合見てたんですけど、ちゃんとね、もう80分頃の 3人に囲まれたのをね、しっかり剥がして前向いて家長にな、フラスル通してたのやばすぎだろあれ。さあ小泉よしお、いやー華麗なパスかと思ったんやけどな、いいのには通らず。まあ、今回常本をね、右サイドバックで使いたかった関係上、いいのもな、うん、ほんま右サイドバックで使いたかったんですが、一列上げました、はい。常本、いや、ここは、ああ惜しい、ケアはしてたんやけどな。これは入らんだろう。はい、安定の東口。これはちょっとやばいっすね。うん、セーブするとこまではよかったんやけど、ここはちょっとやばいぞ。さあ、前、これはこう。とはぁ。やらかしたな、今のは。今のは俺のせいか。いや、サポーターマジ全員外国人なん、怖すぎ。いやー前だ、ちょっと前のとこでやってもうたね。落ち着いて、時間はある、時間はある、落ち着いて。お菓子は空いてるな、今くっそ見えてたんやけどな、ちょっとひよったな。いいね、ポンと、あーマジか、入ってほしかったそこは。はい、いや、押してはいるな。押して、うわ、囲まれてる。あー、惜しい。いや、よしおって言うてもだ。小泉で決めて。名前呼びちょっと気色悪いと思われてそうなんでね。できるだけ名字呼びにしたいんやけど。癖で名前で呼んでまうな、これ。おい、やめろ、それ。ナイス、怖い、うん、いいね。ここ空いてる、左空いてて、ちょっと今のは精度が足りんかったかな。はい、常本ナイス、いいのも足めっちゃ速いから、うわダメか。大島亮太でなんとか切り裂いていこうと思った。 OK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 。はい、西尾、あれ、中村、いや、無理か。さすがに。よし、いいよ。小菓子は決めたいな。小菓子は決めたい。おー、何も、怪我、あ、誰か滑ったんやけど。え、大丈夫あれ。誰？大島。マジか。いやー、大島抜けたら、いやー、ちょっと待って、治ってくれ、これ。このスペマークがついてるときね、使えるっちゃ使えるんやけど、早めに変えんとな。なんか意外と長引いたりするんよなこれ。この試合はな、ずっと使い続けれるんやけど、変えてあげた方がいいかもな、消えんかったら。うん、まっ、蹴った方がいいか。ナイス。おい、マジかよお前、ふざけんな。今のファールちゃうんかよ。プレミアの基準おかしすぎだろ。前。湯沢とかもな、入れたかったんやけどな。
お菓子は入れるならな、ほんま金子とかも入れたかったんやけど、ちょ枠がほんま足りん。はい。52人やから。これは、いや、これきつい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 きちい。ほんまフィジカルゲー。やば。あー、これは無理かー。いや、でも大島おらんようになるん結構きついぞ。嘘。おマジか。余裕で取った。オッケー、ナイス。はい、常本なんだよな。いや、常本マジやべえ。安定感、桁違い。さあ、これ中村走らせよう。マジ？オフか。オフかな。いやー、うわ、ちょっとなんか出てる気する。フィジカルではな、さすがに押されるよな。やばすぎー。くっそー。ちょっとこりゃ攻めに出んといかんようになってしまったね。ただ攻撃的にするんも怖いんよな。よりちょっと守備がね、ガバガバになってしまう可能性があるので。いやー、リアル東口なら止めてたなー。ゲームは、ゲームか、やっぱり。くそ、リアルにはいかん。てか、ゲームよりすごいリアルってどうなってんの？ここねー、スペースがないのよなー。ワンタッチワンタッチで。小柏にこう。いやー、小泉走ってくれてたのにな。完全に見えてたな、今。もったいない。あ、大島スペマーク消えてるわ。オッケー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 。いや、りょうた消えるんマジきつい。りょうたって言ってもうたけど、ごめんなさい。うん、大島消えるんマジきついな。はい。ここなー。レーダー見てもね、もうほぼマンマークで疲れてるからね。ここちょっと持ち上がるか、センターバックで。オッケー。うん、これ通ったら面白い。ダメか。くぅ、やばいなぁ、これは。これ、常本で戻ろう。まあ、ここではこいつら切り返してくるから。マジか、お前。マジ？舐めてんなぁ、お前、西尾のことを。舐めんなよ。西尾をそう簡単にぶち抜かせるわけないだろ、お前。一瞬ちょっと危うかったけどね。吉尾走ってくれ。うわー、吉尾じゃなくて中村に出したか。中村啓太。はい、小泉。いや、だからお前フィジカルおかしいんよな。今のフィジカル関係なかったか。気持ち悪い。マジで気持ち悪い、あそこらのパスカット能力が。こいつらインターセプトと何本ほどあんねん、数字な。もっと早めにパス出した方がええかな。拍手してるん今2人3人だったぞ。2、3人やったけど。全然前半のパフォーマンスに納得いってないようですね。 AFC ウィンブルドンの選手たちに。サポーターもちょっと怒り心頭のご様子で申し訳ないですね。ちょっと魅力的なね、サッカーできなくてすんまへんと。ちょっとな、左偏ってるから右サイドでも攻撃を仕掛けていきたいところであるな。まあ、ただ前よりはいい試合ができているっていうか、まだ2点しか取られてないとポジティブに考えるべきなのか、これは。ああ、ここらもうまいな。空いてるね。気持ち悪い、それは。バックヒール、堂安か。
やめろ、そんなおしゃれな香川みたいなことせんでええぞ。ここ田中でちょっと持ち上がって、小柏、いや小柏に今フラスル通せたかな。大島亮太空いてんじゃない、いや無理か、うまっ。ちょっと連敗嫌な流れが続いてますね。全然勝ててないわ今。カップ戦含めたらこれもう3連敗以上か、うん、2連敗はしてるんですよね今。開幕戦勝っただけじゃないこれで2連敗してるのが今。うわきつ。 OK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  危ない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 。さあここは僕もちょっと先週、いやあんまり変えんでええと思うけどな。体力もバリクソ余ってるし、誰変えるんだ。ちょっと長門が消え気味かな。秋元にするか。いいのとかは森島もな。ちょっとここは中村を森島にしようか。開幕戦大活躍したね。常も江坂だ。小柏もちょっと江坂にしよう。やっぱこの森島江坂っていう頼れる2人を投入することによってちょっと違いを見せてほしい。5人交代できるようになってんの？なってないよな FIFA って。それ嫌ないよね。さあここは持ち上がっていいですね。はい常本餌か。これ通ったら面白いけどな。オッケー森島、森島ダメか。いやでもなんか雰囲気出てきたよ。いやフィジカル強い。これでな、誰がスキルムーブ3以上あるんだろう。俺スキルムーブなあんま使えんから、ネイマールみたいなことしようと思っても無理なんよ。オッケーオッケー、ナイス前。これは前に出していい。亮太が空いてて、いやこれ大島で決めたい。うぅっとー、いやこれは決め、いやーかわいいな監督。そうさっきのはな決めて、足元収まらない。60分かきついな。押しては来てるぞ押しては。柔らかいポ、でもまだ、いややっぱ大島軸にな。はっ何してんねんこらほんまお前。はい、来たー。オッケー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 。キムチキムチ。いや、一瞬ちょ、カレーかなと思ったけど。いや、これはやばいよ。もうカニ挟んでるもん。カニ挟み、カニ挟み。えぐいよ。足無事でよかったな。さあ、来ましたけど、ここはちょっと僕はフリーキック、下手くそなので、パスした方がいいっすね、これ。誰かに。いけ通れ、よし通って、こっからどうしていく。いやスペースないよスペースないよスペースないよ。で亮太、亮太空いてる、中に入っていってほしい。いやきつい、これ上げてもいい、惜しい。小泉打っちゃえ、ダメか、マジ。うわキモい、今のカッティングされるんか。もうダメ、もういやダメか。これちょっと攻撃的にしてもいいかも、オッケーオッケーオッケー。オフね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 。
さあ攻撃的にした時って俺って433のトップ下を大島亮太になるのか。これはね、違いますね。小泉ここにして。で、大島。ああ、違います。まあ、これでいいか。いやー、これなー。せめて同点に追いつきたいな。はあ？マジかよ。うまっ。いやー、相手10人なんやけどなー。押されてるねー。ここいい。ナイス、持ち上げ。OKOKOK。いいよ。うわー、下手くそすぎる、今のは。めっちゃ迷ったな、俺、今の。やばすぎ。初心者。絶対やったらいけんだろ、今のは。相手のフィジカルがやばすぎる。これ誰よ、バーディーか。オッケー。危ない。これ単純なクロスじゃ切り返しにもしっかり対応してくる。今誰が走ってくれてたんだろう、あれ。深いところまでな。うまい。秋元。うわー、もう打寸遅えな、今のは。今のはちょっと打寸遅いなー。もうちょっと早めに出してれば通ってたぞ。森島か、誰かに。ためすぎ。79分。よし、ナイスカット。うわー、ここぴったりマークついてるやん。いや、なんかプレミアっぽい感じになってきてしまってるな。縦に速い展開に。もうちょっとポゼッションしながらゆっくりな、したいんやけどな。うわー。相手インターセプトうめえ。通すとこなさすぎだろ。空いてるとこ、これ動画見直して、ちょっと見つけんとかんとやばいね。出されたら終わる。出された。中に出されたら終わりですね。くそー。ここケアしてなかったなー。センターバック操作か。ロジャースも喜んどるわ。まあでも今回常本がめちゃくちゃいいというのは分かった。常本やっぱいいわ。もう守備の安定感ダンチ。はい。ちょっと森島入れたんは江坂に通るかな。うわ、江坂走ってくれ、それは。みんな走らんな、あそこら。何これ、くっそ惜しい。うわ。 これ多いな、このパターン。絶対あそこらで取られたらダメなんだよね。うわ、これもまた空いてるよ、ここ。ケア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 。ダメだ。もうむちゃくちゃになってきた。
いやー、過去一でボコられてる気がする。1点返そう。1点返そう。1点、ここなんか空いてんのよ。ここはいやー、ダメだ。あそこ持ち上がりすぎたか。やばいな、過去一で下手じゃないこれ。えぐいレベルで下手なんやね。さあまた空いてて、うーわこれ通されすぎだろ。ナイス。おお、終わったかー。いやー、ひどい試合やね。マジで多分過去一ひどいわ。もう攻撃も全然ダメやし、守備もね、ガバガバやし。いや、大島良太とかね、常本は良かったんですけど、そこだけって感じ。これはきっちり。いや、スタジアムがちょっと静まり返ってますね。いやー、ここはな、なんか相手の守備が頑張っててよかったんやけどなー。いや、もう完璧振り抜いた右足一閃って感じだったのに。くっそ。ハイライトシーンここだけだろ。はい、ほんなら今回ここまでにしたいと思います。また皆さんね、次回の動画でお会いいたしましょう。なあ、またね、バイバイ。